こんな感じなんで、今日は準備してたんですけど、一時出発も行けなくなりました。とにかくコームダウンしろと、落ち着けと、焦るなと言われました。絶対登頂したい、というか絶対登頂するんで、本当になんとか絶対登頂しよう。なかなかこういう時間はストレスがあります、とにかくもう寝ます、しょうがない。登頂だよな。昼までもう全く何も見えなかったんですけど、今17時、めっちゃいい天気で、相鬱みたいな本当天気です。良くなったり、もうこんなカラーッと晴れて次の瞬間何にも見えなくなるという、めっちゃ気持ちいいんですよ。なぜかというとこの景色です。トイレの前はめっちゃいいよ。でなりは本当に綺麗ですね。でなりちょっとでもここを登るアメリカの会社のシステムが下せない。まあ素人の自分が言うのもなんですけどね、無駄がやたら多い、荷物とかね、いろいろ。